こんにちは、こんばんは、つくよみちゃんです。今回はプレイステーション版ネクタリスのマップ13、モーゼルを外地軍で攻略します。よろしくお願いします。つくよみちゃんが指揮をするのは緑の外地軍です。で、その中立工場を占領しないんですか？マップの大きさが4画面になって敵戦が予想されましたが、なんだか様子がおかしいですね。動画の時間短いですし、私もドレイパーしか動かしません。ターン終了です。こっちに来てもダメですよ。この中立工場はあげませんからね。外地軍、中立工場占領です。終了です。まあ逃げますよね。でも逃げられないんですけどね。ハンターとドレイパーを攻撃します。ということは、もう中立工場を占領することができません。しかも、残ったのは倍速1部隊のみです。ボイ効果攻撃を仕掛けるために、対地攻撃力の高いラビットを発進させます。バイソンを攻撃。ではハンターさん、フィニッシュお願いします。制圧完了です。
外地軍の勝利です。お疲れ様でした。初の4画面マップだったのに攻略時間は最短でしたね。連合軍の謎采配で楽ちんちんでした。なんと完全試合ですね。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いしますね。